エトランジェ。堀リタツ7月23日。夕方なのに、汽車は大変混んでいた。大部分は軽井沢へ行く人たちらしい。私の前には、天国新聞というのを束にして抱えている牧師さんが一人。向こう隣の席には、 様相をした十九ぐらいのお嬢さんとその連れらしいゴルフ服を着た中年の紳士の二人連れ。その紳士はそのお嬢さんのおじさんぐらいの年配だが、そうじゃないらしい。ほんの知り合いといったような様子である。それにしても、高崎までの記者の中の暑苦しいことといったら、私は、 明日からどうしても書き出さなければならない小説の構想を記者の中ですっかり組み立ててしまうつもりだったけれど、それどころじゃないのである。私はしようがないので、自分の前の牧師さんが軽井沢でする公園の材料にでもするのか、天国新聞の束を一つずつめくりながら、その一コマを丁寧に折りたたんでは、その折り目のところを下で舐めて、 指先で切り抜いているのをぼんやり眺めていた。が、それにも見飽きると、今度はお隣のゴルフ服の紳士とお嬢さんの会話に耳を傾けた。紳士、去年の夏はどこでお暮らしになりましたかお嬢さん、スイスのチロルで、なかなか味をやるぞ。しかしお嬢さんは、 軽井沢は初めてだと見えて、今度は紳士に向かって軽井沢のことをいろいろ質問している。軽井沢のことなら俺に聞いてくれりゃいいのに。私の別荘など人力車も入らないくらいですよ。紳士がお嬢さんの質問に答えている。子供たちは自転車で往復します。私も随分練習したですが。 どうも、うまく乗れんですな。もう、歳が歳ですからな。うちのユリコなどの方が、私よりずっとうまいですよ。あなたは、自転車はどうです自転車は、まだ乗ったことがありませんの。けれど、オートバイなら少し。ほほう。でも、こちらで乗りましたら、皆さんに笑われましたわ。しかし、 軽井沢じゃようござんす。夫人がみんな馬や自転車に乗りますからな。なかなか愉快なことを言うお嬢さんである。あちらで山登りでもなさいましたか紳士が質問する。ええ、ユングフラウへ一度。ユングフラウ。妙義さんがあれに似ていると西洋人が言いますがね。昼間だと、 この辺からちょうど見えるんですが、あいにくもう日が暮れていた。薄い峠にかかった。アプト式になる。ガタン、ガタン、ガタンと車体が不気味に揺れる。だいぶ揺れますな。ええ。でも、これには慣れていますの。シベリア鉄道がちょうどこんなでしたから。 夜の9時ごろ軽井沢駅に着く。連れの紳士がそのお嬢さんの黒いトランクを下ろしてやっている。私はそれに MTA というイニシアルのついているのをちらりと見る。7月26日。今年は軽井沢ホテルに陣取っている。仕事があるので、 散歩は夕方一回きりにして、あとはホテルに閉じこもっているのである。ホテルには日本人は私一人だ。食堂でもサロンでも私の顔を突き合わせるのは西洋人ばかり。こうなると、ここではどっちがエトランジェなのだかわからない。それが私にはいっそ気軽である。自分の部屋で書き物に退屈すると私は、 よく開花のスモーキングルームに降りて行って、そこのデスクを占領して、蓄音機でもかけたつもりで、西洋人たちのおしゃべりを聞きながら、原稿の手入れをしたりする。時々、夫人たちが手紙を書きに来るが、そこに私がいるのを見ると、何も言わないでそのまま引き返す。中には、私の原稿を覗いていくものもあるが、何を書いているんだかわかるまいと、高をくくって、 私は知らん顔をしている。高原の日中はなかなか暑い。私の部屋は2階の一番奥の西向きの部屋で、ベランダがあって午前中はそこが明るくって涼しいので、そこへテーブルを出して仕事をするが、午後はそこには日が差すし、それに仕事にも少し飽きてくるので、私は書きかけの原稿と万年筆を持って、 開花のサロンへ降りて行くのである。エトランジェの気軽さよ。夕方散歩に出たら、ブレッツ・ファルマシーの前で、アビル君に出会う。今年は、アタゴ山のふもとのバンカムさんという西洋人の別荘を借りているよし、ちょっと立ち話をする。アビル君のその別荘の裏には、大きなもみの林があるが、今日はあんまり暑かったので、 うぐいすが、その木陰から出られずに、一日中泣いていたそうである。